ユニティとは、Ubuntu で開発されていたデスクトップ環境及びグラフィカルシェル、ユーザーインターフェースのことである。当初は、Ubuntu ネットブックエディション用として、ネットブックなどの画面サイズが限定された環境でも、スペースを有効に利用できるような設計として、開始された。縦に配置されたランチャーと呼ばれる、アプリケーションスイッチャーなどのインターフェースが特徴で、u b u n t u 1 1 0において、 従来の GNOME ベースの環境から切り替えることもできるよう準備され、Ubuntu 11.10から本格的に採用された。デスクトップの左端にアプリケーションのサイドバーが取り入れられ、これまでの GNOME パネルの下部パネルが取り外された。これまでの上部パネルの通知領域は残されているのに、対し左端にあったアプリケーション、場所、 システムの項目が Ubuntu のロゴに置き換えられた。これをクリックするとインストールされた、またはインストールできるアプリケーションが検索できる。Unity 8はデスクトップだけでなく、スマートフォンやタブレットのような小サイズ、高解像度なデバイス対応を目指していた。2017年4月5日、カノニカルは Unity 8の開発を打ち切り、Ubuntu 18.04LTS では、 GNOME に戻すと発表した。実際には Ubuntu 17.10から GNOME がデフォルトになった。Unity8 はヤネットという名称でフォークされた。Unity2D はコニズのプラグインである Unity とは違い独立したアプリケーションとして動作する。Qt フレームワークを用いて作られている。初期状態ではまた式で動作するが、 コニズ役員等のウィンドウマネージャー上でも動作する。11.04では追加可能なパッケージとして提供されていたが、11.10からは11.04の GNOME Classic に代わり、Unity 3D が動作しないハードウェア環境向けのデフォルトとして提供されている。12.10ではオパングルを使用せずに Unity 3D を動作させられるのでこれは廃止された。 ユニティのインターフェースを構成するボタン、テキストボックスなどの部品には NAX と呼ばれるツールキットが用いられている。NAX は GTK や QT といった他のツールキットとは異なり、ユニティで動かすことを主目的として開発されており、レンダリングにオパングルを利用する。3D アクセラレーションが動作するグラフィックハードウェアとドライバが必要。条件を満たしていない場合は、 ルベンプイプというオパングルのソフトウェア実装が使用される。また、Ubuntu 12.04までは、Unity 2D という互換ソフトウェアが実行される。Unity とアヤタナプロジェクトのサポートは主に Ubuntu 用に開発が行われ、最新バージョンは Ubuntu に最初に提供される。Ubuntu 以外の Linux Distributor ーーはアヤタナに変更を加えることで取り込みを試みている。a y の構成は、 アプリケーションの調整が必要であり、他のディストリビューションで採用すると、より複雑になる。世界各国の複数のオンラインニュースメディアは、ディストローワッチのサイト内ページ、訪問者数ランキングにおいて、Linux Mint のページが Ubuntu のページを抜いて1位になった原因は、Unity に否定的なユーザーが Mint に流れたのだろうと報じている。また、 このランキングのみを根拠に OS シェアが低下したという報道もされている。しかし、これに実際の根拠は伴っていないとされる。ありがとうございます。